はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ホンダ S660 マイナーチェンジ後のモデュロ X です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダ S660 モデューロ X ということで、いやこれね、実はマイナーチェンジ号の、モデューロ X になります。いやパッと見ね、どこが変わったのだろうと、このまずね、目に飛び込んでくるのがこのアルミホイール。いやなかなか綺麗ですよね。これちょっと寄ってみますけど、このメタリックとかこれ鏡面なんですよね。これ不思議ですよね。なんか黒なんですけど、シルバーのような、いや変わった輝きしてるんですよね。でこの赤のね、アクセントもなかなかいいなと思います。この S660 モデル X、なんと価格が300万超えしています。グレードはね、アルファになりますね。いやーすごいですよね、高級車。なんかフロントマスクはね、そんなに変わった感がないかな。横から見たらこんな感じです。いやーなかなかの、なかなかすこぶるかっこええわな。いや MR ということでね、あのフロントにエンジンがないんで、すごくね前を低く抑えられてますよね。いやーなんかこれもう見てるだけでね、惚れ惚れしますよね。マニア心くすぐります。後ろから見たらこんな感じです。今回ね、あの S660 のマイナーチェンジで、ヘッドライトとこのテールランプのね、この中の部分が、多分ね、これ黒くなったということですよね。微妙な変更があります。で、このリアバンパーもね、モデュール X かっこいいですよね。で、モデュール X タイプはね、ここにさらに小さなリアスポイラーが追加されてますね。このサイドミラーがね、すごい細長いんですよね。めっちゃかっこええわ。で、結構ね、あらゆるところにね、エアダクトがついてて、本当にね、この空気を取り込んで、利用してるという感じなんですよね。ではね、内装の方を見てみましょう。はい、では、わ、すごい。では、お邪魔します。わ、すごい。やっぱ扉の音すごいわ。ほら、この密閉感もすごい。ちょっと私、ちょっと座高が高いんでね、あまり皆さんの参考にならないかもですが、いや、まあ、広いとは言えません。内装の方はね、こんな感じです。いや、今ね、ハンドルこれ触った瞬間、いや、違うなと思いました。これね、高級素材のね、アルカンターラですね。いや、本当にね、この触り心地がね、全然違います。手にね、結構しっとりね、食いつくような感じですね。で、この赤い部分は本革ですね。で、モデル X はね、このチタン製のシフトノブに、この下の部分がね、アルカンターラになってます。で、サイドブレーキのね、この下の部分もアルカンターラですね。いや、結構あらゆるところにね、この高級素材が使われてるんだなという感じがします。で、シートの方はね、前と変わらずかな。まあでも、モデュール X のね、刺繍がなかなかかっこいいですよね。結構ね、乗った感じ、ホールド感がすごいあります。で、ちょっとね、キーがね、あるんで、エンジンつけさせてもらいます。ちょっとね、押しづらい位置にあるんですよね。やっぱね、このリアエンジンなんでね、エンジンかけた瞬間ね、すごい背中からね、鼓動がやってきます。いや車に乗ってるなという感じがしますね。うん、すごいカクカク入る。こうチタン、すごい手が冷たい。ではちょっとリア開けてみますね。まあ 660cc なんですけど、まあターボということで、いや小さいエンジンなんですけどね、なかなかのパフォーマンスをね見せますよね、このエンジン。でこのモデュール X はね、この5段階調整できるということで、これでね硬さが調整できますよね。いやそれにしてもね、このエンジンルーム燃えるわ。
いや、サスペンションがね、白と赤でかっこいいですよね。はい、いかがでしたかね、新しくなった、モデュール XS660、 空力をね追求したこの美しいボディ、なかなかいいと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで S660 モデュール X でした。じゃあね、ボーイシュー。